どうもこんにちは、エリナでございます。はい、というわけで今日はですね、歌のプリンス様シャイニングスターステージセカンドの前回昼公演のセットリストについて話をしたんで、今日は夜公演のセットリスト変わってるところ、まあシャッフルユニットのところのね話をしていきたいと思いますよ。はい前回の動画は先週に撮ったんですけど、それを翌週に持ってきたら忘れるんじゃねと思って、ちょっと先週にねもう感想というか思い出してることを言った動画を残してるんで、それもね交えながら過去と現在をうろうろしながら動画をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。夜公演は、まあ、シャッフルユニット懐かしのですよだったので、いや、シャッフルユニットもだって何年前の話ですか。お兄さん、いやお姉さんよ、大概お姉さんが見てくださってるんよ。シャッフルユニット1曲目ベイビーマイストロベリー、ああ問題のでございますよ。いや悲鳴が上がったね、悲鳴が上がったねすごいオタクの動揺して悲鳴ってこんなに面白いんやと思って笑い止まりませんでしたね私はまあ、カメちゃんとレンさんだったんですけど、でもあれは確かに単純にパフォーマンスとしても興奮させられましたね。いやーこれ初日の時のアビ教官やばかったっすよもう覚えてる。いや初日以外もやばかったんですけど、初日は本当にすごかった。みんなが動揺して超えてたもんね。近ないパフォーマンスにしても近すぎたね。どんな振り付けしてたかとか覚えてる人います？覚えてないでしょ。もうなんか、こいつら近っぐらいしか覚えてないと思います。だって私がそうやもん。歌詞見返してどんな振りしとったかなって今考えてみたけど、何も覚えてないです。でもきっとね、唇を奪い合えばいいのとことか、なんか多分こんなんしとった気するわ。幻覚かもしれません、これは。いや、もうね、本当に終始二人が近かった。入場特典やったね。CD、ミラクル、じゃあ、メモリーバージョンの方の特典のドラマ CD 聞いていただいたらわかるんですけど、もうそれ聞いたら、一号推しの方も爆発すると思うよ。ちょっと友達とかいらっしゃったらちょっと聞かせてもらい？やばいよ。一号やばいよ。レンさん、キャワーってなるから。ベイビー、マイ、ストロベリー言うとんちゃいますね、ほんま。で、まあ、レンさん、カメちゃんのソロ曲をやりまして、シャッフルユニット2曲目、恋色センチメンタルでございます。はい。セシルちゃんとラマルパイセンですね。いや、これめっちゃ良くなかったですか？なんか、覚えてるのはね、結構歌詞に沿った動きを取り入れてるなと思ったんですけど、多分それセシルちゃん発案なんやろなと思って聞いてた。でね、多分やけど、永遠に LOVE の時もセシルちゃん LOVE やってた気がする。LOVE みたいなやってた気がするねんけどな、確か。ランバルパイセンもそれっぽいことしとったんちゃうかって思ってます。そうやな。サビよ。恋はいいなずまーみたいなことしてたよね。絶対してたよね。ランバルパイセンがハート作ってるって思った記憶がある。このハートやったか覚えてないけど、なんか、でもやっぱこうかな。恋はいいなずまーみたいなことしとった。絶対しとった。これは絶対しとった。なんか恋色センチメンタルあっという間にもあったな。いやー、そうなの。二人ともじっくりすごく見たかった。まずこの二人の組み合わせもすごく意外すぎたんですよね、当時って。私的には。そこって噛み合うのっていう。すごいセシルちゃんにタジタジになるランマルパイセンしか見えなかったんですけど、まあ、ドラマ CD 聞いてる感じ、そんな感じだった気がするけど。そっか、あの二人がステージに二人で立つと、ああいう雰囲気になるんやなっていうのを感じ取れてね、私はとても嬉しかったんです。私どっち見とったんかな？セシルちゃん。でもセシルちゃんの LOVE 覚えてるから、セシルちゃん見てたんかな？でもとっても好きでした、私。はい。全部好きですけども。で、ソロ曲、セシルちゃん、ランバルパイセンで来て、次、シャッフルユニット3曲目、ビューティフルラップでございます。相川翔さんですね。これ主語かもしれないんですけど、相川翔っていう組み合わせだったんですけども、愛ちゃん、まさとさん、翔ちゃんですね。ビューティフルラブは、すごいダンスが可愛い感じやった気がするな。まあね、曲調的にも可愛い感じなんで、いや、でも全然ダンス覚えてへん。
お前守るため俺がヒーローへとなるってことをプロミスしか覚えてないですね。なるでかなわない、これも知ったような気がする。あ、待って、でもさ、この曲やっけ、出てきた時に順番に You 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 でしょうちゃんが最後に言うのって、これ確か Beautiful Love じゃなかったねえ、ちゃっけな。いや、これ歌詞もすごいなんかいいよねって改めて思った。あ、待って、これいつでもどんな時もみたいなことしなかった、なんかこんな感じで。また伝わらないダンスをしてしまいました。これは幻覚かもしれへん、マジで自信ない。いつでもどんな、いや違うかもしれん、もうちょっとやめろ。ビューティフルラブめっちゃ記憶ないです、ごめんなさい。ちょっとどんなんしてたか教えてください。で、ソロ曲マサトさん、ショウちゃん、アイちゃんとやりまして、シャッフルユニット4曲目ハイパースーパーラバーでございます。レイちゃんとおとやさんですね。いやー、もうね、私ね、あのレイちゃんも結構こうアイドルとして、まあ、理想というか、そういうアイドルとして大好きな人な枠組みにいるんですよ、おとやさんと一緒で。だからその2人が組み合わさっちゃったらそれはもう好きやん。あれはもうアイドルっていう自分の見せ方を知ってる人じゃないとできない曲ですから。なんかもう終始ダンスが可愛かったイメージしかない。相手がパート歌ってる時に歌ってない方がこうその歌詞に合わせて振りをしてるみたいな、そんな感じだった気がするんよな。そやねん、私のまま浮かれちゃってのとこ、ジェットコースター飛び乗れもさ、おとやさん乗ってたよね。いやでもこの曲本当にライブ映えするなと思った。こうみんなでこうもっとずっとみたいな感じでコーレスしちゃう曲なんで、めっちゃ良かったな、楽しかったもん。で、多分ドレスだっての時になんかこんなあのドレスのこうカーティシーみたいな感じで、おとやさんだかな、れいちゃんだかな、どっちかがこうやってたような気がするけど、幻覚かな、幻覚かなっていう言葉じゃ言えないな、してた気がすんねんけどな。とにかくその2人が私の中のアイドル理想像の2人がすごく良かったっていう話でございました。はーい。で、ソロ曲れいちゃん、おとやさんできて、捨てる、忘れられない、捨てる、忘れたくない、捨てるでございます。なっちゃんとときやさんですね。捨てる捨てる捨てる、いやもう大好き。え、この当時捨てる捨てる捨てるが出た時もむちゃくちゃ好きすぎて、ずっとこうリピートで聴いてた記憶があるんですよ。そんぐらい大好きなので、多分ね、スティルがザプリで初めてぐらいで失恋の曲やったんじゃなかったっけ。いや、私もちょっと記憶は曖昧なんですけど、これのドラマ CD の最初って確かいい雨ですねみたいな感じで始まりませんでしたっけ。 SSS 期間一生雨やったんですよね。そういうことと思っていい雨ですねってオタクがやるための雨やったんかなとか思いながら、いやもう本当に聞き惚れちゃって何も覚えてないな、何も覚えてないな。もう本当にこう歌で見せるみたいな感じやったイメージがあんねんけどな。いや、I still love you の時はなんか二人してこうなんか こんな感じで踊った気するんですけど覚えてない。まあ、トキヤさんはもちろん一番の推しだし、なっちゃんもね特別な感情がある、その二人の組み合わせだったので、私はもう一生こうはぁって感じで見てました。もう夢上すぎるから、私がね幻覚をよく見る、は失恋になんてさせませんけどみたいな気持ちが強すぎるんですけどなっちゃんは多分忘れられないって言って、もう特に周りにさらけ出すこともせずにこうずっと胸の内に秘めとくというか置いておく、しまっておくタイプやなっていうイメージがあって、でも時矢さんは忘れたくないっていうちょっとこう、ね、あの泥臭さというものの感じまして、そういうとこが好き忘れてたまるもんかみたいな、そんなね強い意志を感じますよね。はい、これは別にプリンスの意志関係のある曲ではないんですけども、なんとなくそういう風に考えちゃいますね。で、あ、まあでもそれぐらいか。
で、フォースライブ、ダンシングオーバーナイト、シャニーロマ、ワンダーロンド、ブラックデジャブ、ホワイトグラビティで終わったんですね。うん。あ、なんかね、コメントで教えてもらって思い出したんですけど、あの、ホワイトグラビティの、心のグラビティの時、グラビティね。わかるよ。こうでしょ？こうなるやつでしょ？わかる？こうのやつね。グラビティみたいな。なんかマイケル・ジャクソンがやるグラビティの動きと同じらしいですね。やってた、やってた。プリンスたちもやってた。確かに私もあそこ好きです。わかる。ありがとうございます。そういうのを思い出したかった。あとね、一個思い出して、あそこ大好きだった。最後のラスサビの前。そうだからあなたと会えたの時。あそこね、カメちゃんが歌ってるんですけど、カメちゃんセンターで周りにこう、4人いるんですけどね。そこでパッとカメちゃんにスポットが当たるのがグッと引き込まれたっていうのね、すごいいいとこ取りしたねっていう、すごい好きポイントやった、あそこ。うん。なんで言い忘れてたんやろってぐらい好きやった。まあ今回は全体通して、まあ曲数が多かったっていうのもあってね、MC の部分も少なかったんですけど、あ、これ話してへんな。ホワイト&ブラックの衣装が出てきた時もさ、こう、ねえ、前の時ともね、同じ、寒色暖色の時と同じ感じでさ、片方喋ってる時に片方もうなんかもう聞かずに遊んでるみたいな。れいちゃんこんなんしてほしいみたいな。ね、あったよね。いや、私はあそこ終始黒の方しか見れなかったんで、ぜひ円盤でじっくり白のメンバー何してるかを見たいと思います。確か翔ちゃんがこう、いろんなメンバーのところに行ってこうイエーイみたいにするみたいなやったような気がするんですけど、黒はね、あのおとやさんがれいちゃんをドンってしてからのキャピーみたいな、てへーみたいなからのれんさんとこうやって手振り出すしさ、で、ナンバルパイセンもれいちゃんの背中ポーンってしてさ、うわーってなってれいちゃんがポコポコポコってするとこで一番湧いてた。あれは湧く。ちょっと最年長かわいすぎってなった。その間、時矢さんが何をしてるかと言いますと、特にどっちにもね、加わってないんやけど、ちょっとオロオロした感じで見てるのがすごい可愛かった。てかね、隣にいるのが音矢さんじゃなくて、確かね、最終的にはれいちゃんが来てた気がするんですけど、ランマルパイセンやったんかな、最初隣が。っていうのもあるんかな。なんだけどメンバーが集まると、ちょっとおとなしく、時矢さんもちょっとおろってなるんやなっていうのを見て面白かったです。声引く。あそこもよかったね。ずっとれいちゃんが他の公演も見るよって人みたいなことを聞く時があって、みんな全力ではいってするじゃないですか。でやってたら、千秋楽、オーラスも入ってたんですけど、他の公演も見たよって人ってなって、過去形になってたのが本当にすごい。あ、生きてるってなった。ありがとうございます。あれすごいびっくりした。よかったな、あれ。最終日の最後の公演。その時に、いろんな発表がされた時の話を前回、先週の時に撮ってたんで、それちょっと見てください。どうぞ。で、まあ、オーラスといえばですよ。まあ、次回の何か、速報か、あったりするんですけどね。まあ、前回の時はその時にセカンド開催決定ってなって、ブワーって泣いたんですけど、今回は、まず最初に円盤決定ってなって、あーってみんななって、じゃあこれで終わりかなーって、他の情報ないかなーと思ってたら、第2弾。まさかの、オールスターステージが開催決定ってなって、スターリッシュ、カルテットナイト、ヘブンズってした時にも、めちゃくちゃ嬉しくって、しかもね、もうあの会場にいる人って、もうほんまに言ったら、スタリッカカルナイの担当の人やったと思うんですけど、あの一番ね、ヘブンズって出た時が一番の歓声が上がったんですよ。あれ、もうそこで一番泣けてしまって、本当にずっと待ってたの。私はもちろんスタリターンやから、ヘブンズをずっと推してるわけじゃないけど、でもやっぱりヘブンズの良さもあるから、ヘブンズのステージもずっと見たいと思ってたんですよね。だけど、なかなかこう CG ステージとかないから、なんかちょっとヘブタン、もうちょっとなんとかならんかなと思ってたんですけど、オールスターステージが開催決定されるそうで、本当に泣いてしまった。本当に嬉しかった。楽しみだね。で、まあ予想するなら、このね、
SSS のライブでは言ったらアニメ軸の曲ってやってないので、ってなるとあの10周年の時の曲来てもおかしくないよねっていう、スーパースターカルテットクラウンエンドレススコア、え、ありえると思うんですよね私。いやーどれも好き、あのエンドレススコアめっちゃ好きなよね。ヘブンズの MV めっちゃ可愛いし、あの衣装、俺たちは一つってめっちゃ可愛い。え、ちょっと本当に楽しみ。 Yes, call Heavens できるかと思うとすごい楽しみ。まあね、私はスタリターンやし、でもやっぱり歌プリ推しっていう大前提がありますんでね、本当にこれからも楽しみにしていきたいと思っております。はい、とりあえずね、今回のセカンドの円盤が11月9日やったかなに発売されるんで、それを楽しみに今年も生きていきたいと思います。やっぱり私はプリンスたちがね好きなので、本当に生きがいなので、これからも一緒に歩んでいけたらいいなと思っております。はいはい、そんな感じでございました。それでこれの次の動画の話なんですけど、ちょっともう違う話になっちゃうんですけど、うたぷりくんのエイプリルフールの企画で1日シャイニングチャンネルが動いたじゃないですか。でそれの4月の21日、22、23の3日間また配信同じのしてくれるみたいなので、その3日間で私もそれを一緒に見るみたいな生配信できたらいいなと思ってるんですけども、いかがでしょうか。はい、ちょっと日にちいつか悩んでるんですけどね、やるとしたら時間は8時以降かな。で私一応あの動画投稿ボットみたいな感じではあるんですけど、ツイッターもやってて、そこでちょっとアンケートを、金土日どこがいいですかみたいなアンケート取ろうと思うので、よかったら答えていただいて、その配信もね一緒に楽しんでもらえたらなと思います。うん、まあ配信一緒に見るっていうか、直接動画は流せないんで、行くよって言ってピッと押してこう一緒にキャーってやるだけなんですけど、まあ、ちょっと配信やったことないからうまいこと行くかちょっと不安でもあるんですけども、なんかそういうことしようかなって来週は思ってます。うん、よかったら見てください。一応アーカイブも残そうかなとは思っております。なんかね、前から同時視聴みたいなのしてみたいですっていうお声をいただいてて、どっかの機会にやりたいなとはずっと思ってたんですけどね、一回ちょっとこのダブリ君のねエイプリルフールの動画一緒に見れたらなと思います。でまたツイッターで反応いただければと思います。よろしくお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。バイバーイ。心つながるハッピー、夢が始まる瞬間。